レーディングはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部シャスタ郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2000年国勢調査による人口は8万865人だったが、2010年では8万9861人と11%増加した。レーディングはカリフォルニア州の州都サクラメントより北では最大の都市である。サクラメントバレーの中では第4位になっている。 レディングとなった地域は、カリフォルニアセントラルバレート太平洋岸北西部とをつなぐ古代交易と交通の経路だったシスキュートレールに沿っており、西暦1000年頃からウィント族インディアンが住んでいた。19世紀初期、ハドソン湾会社の罠漁師やアメリカ合衆国探検遠征隊の隊員がシスキュートレールをたどるときにレディングの場所を通過した。この地域で、 最初のインディアンではない開拓者は、初期カリフォルニアのパイオニア、ピアソン B ・リーディングだった。リーディングは、ジョン・サッターを尊敬しており、1844年に、サクラメント側に沿った今日のレディングとコットンウッドを包含するメキシコの特許トチランチョブエーナベンチュラを、取得した。当時、カリフォルニアで、非インディアン開拓地としては最北端だった。その後、 サザンパシフィック鉄道がサクラメントバレーの中を通りすでに存在していた鉱山町シャスタを通るやや西寄りの回り道はコストがかかると判断され当時ポバティフラットというかんばしくない名前の場所を通るルートが選定されたこの場所がレディングとなったサザンパシフィック鉄道が鉄道員ベンジャミン B レディングの名前を取ってレディングとしていたものが1874年に この街をリーディングと改名した。これは地域のパイオニアであるピアソン B リーディングを検証するためだった。しかし鉄道はその変更を認めず、1880年には当初の名前であるレディングが回復された。レディングは1887年に人口600人で自治体化された。1910年までに人口は3572人に達しており、 これは、銅や鉄を中心にする最高業に支えられたものだった。しかし、土地の農業にとっては、かなりの量の汚染を生んでもいた工業が衰退すると、1920年の人口は2962人にまで落ちた。1930年には4188人にまで回復し、1930年代には、近くのシャスタダムの建設のために人口が爆発した。 ダムの建設は1945年に完成し、1940年、の人口はほぼ2倍の8109人となり、セントラルバレーやプロジェクト市のベッドタウン開発に拍車をかけた。これらに都市はどちらもセントラルバレープロジェクトにちなんで名付けられた。1950年代、レディング市は製材業の拡大、ウィスキータウンとケンズーイックダムの建設とともに成長を続け、 1960年代後半には、週刊高速道路5号線が完成した。1970年には、人口16,659人となった。1970年代、サクラメント川の東岸にあったエンタープライズ地域が、レディング市に併合され、人口が約3万5,000人となり、1980年国勢調査の時は4万1,995人となっていた。 エンタープライズ地域住人がこの併合を支持した大きな理由はダムから電力を供給されるレディング市の公共事業によって安い電力を得られることだった。しかし、1970年代は1973年から1975年にかけての不況によって住宅建設が冷え込み、製材業にとっては困難な時代でもあった。 この時期のシャスタ軍の失業率は20%以上に達した。環境に関する規制が増加したために製材量が完全に回復することはなく、レディング市はその経済を再度転換する必要があった。1980年代後半の小売業と住宅建設業の活況により、1990年の人口は66,462人となった。 この公共は1990年代半ばまで継続し、その後幾分鈍化したものの2000年の人口は8万865人となった。2008年の推計では9万89 898人とされている。近年、サンフランシスコベエリアやロサンゼルス市の退職者が安い住宅取得費とゆるりとした生活ペースを求めて、この地域に入るようになり、市の経済基盤は医療、 法律、小売及び観光といったサービス産業に移ってきた。しかし、失業率は依然として周平均より高いレベルにあり、製造業の雇用や賃金は低い傾向にある。市内から見たシャスタ・サンシャスタ・ダムレディングは、北緯40度34分36秒、整形122度22分13秒。 北緯40.57667度整形122.37028度、40.57667-122.37028に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は59.6平方マイルであり、このうち陸地は58.4平方マイル、水域は1.2平方マイルで、水域率は2.01%である。レーディングは、 セントラルバレーの最北端にあり、カスケード山脈の丘陵部に占る場所にあたる。北と東西は山脈に囲まれ、南は肥沃な農地である。地域が広大なので、その部分によっては標高が著しく異なっている。中心街の標高は平均459フィートであり、その北、東、及び西は550フィートから800フィートの間で変化している。 市の南部の標高は400フィートないし500フィートの間にある。このことは市の外縁部が中心部よりも雪を観測する可能性が高い理由となっている。サクラメント側のシャスタダムはレディング市の洪水制御に大いに役立っている。このダムは1秒あたり79000立方フィートの水量をコントロールできる。しかしそれ以上に 大きな水量が1970年と1974年に発生しダムの能力を超えた。レディング市周辺の土壌は大半がローム層あるいは砂利混じりのローム層であり水はけが良く赤または茶色の鉱物を含んだ層である。自然な状態ではいくらかあるいは中程度に酸性である。レディングでは冬にほとんどの降水があり雨あるいは時として 雪が降り、霧が発生する。夏は暑く乾燥するが、雨が降ることもあり、その多くは雷雨である。7月日中の平均最高気温は、下市100度近くに止まる。年間平均の日てる日は88%あり、アメリカ合衆国の都市の中では、アリゾナ州ユマに続いて、第2位の効率である。雪は異常なことではなく、2010年にも降雪があった。 みぞれや凍るような雨が降ることがあるが稀であり、雪の方が普通である。12月から2月は霜が降りることが多く、3月や4月は稀である。レディングはセントラルバレーの最北部にあり、他の部分と同様冷涼から寒い冬を経験する。春には雨が多い。竜巻は極めて稀である。洪水は川の側でのみ起こることがある。 レディングとその周辺にはいくつかの希少種や絶滅危惧種がいる。レディング再開発計画環境影響報告には、カリフォルニア州が挙げている絶滅危惧種のオーカット層が、有雪地のあるといわれる、レディング市東部市民空港近くに自生するとしている。この固有種の草は、連邦政府の危惧種、リスト候補であり、その生息域全体で危険にさらされ、個体数も限られており、 農業、過剰放牧及び住宅開発で重大な脅威にさらされている。この植物には優設地が望ましい生息環境を提供しており、カリフォルニア州自生植物協会は、希少死活絶滅危惧種とみなしている。レディング市内のタートル湾にある生態系公園は、地元地域に自生する、植物草や動物症の研究環境を創出してきた。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年国勢調査の時、レディング市内とレディングに割り当てられている3つの郵便番号の未編入領域を合わせると人口114,424人となった。全人口の中で86,223人は都心部に17,415人は郊外部に住んでいる。 カリフォルニア州財務部による2008年推計では、レディング市の人口を92,680人としている。レストランチェーンのブラックベアダイナーがレディングを本拠としている。レディングの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は以下の通りである。カリフォルニア州議会では、上院の第4および下院の第2選挙区に属している。 連邦議会会員ではカリフォルニア州第2選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス13となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。1940年から分離主義者が北カリフォルニアと南オレゴンの田園部を含む州創設の運動を行った時、レディングは提案されたジェファーソン州の州都に押されていた。 この運動はこの地域の経済的な困難さに加えて、カリフォルニアの場合は、州都サクラメントのオレゴン州の場合も、州都セーラムの指導者層がこの地域の住民のニーズに対して無関心であると考えられたことが原因だった。結局この運動は失敗した。レディング市は市政委員会、シティマネージャー方式を採用しており、一人の市長と四人の市政委員が 市政委員会を構成している。カスケード劇場2004年、タートルワンにかかる三大ある橋が観光した。この歩行者用車バリ橋は、スペイン出身の構造家、建築家であるサンティアゴからトラバが設計し、広さ300エーカーのタートルワン探検公園の南北をつないでいる。首都は橋桁を支えるケーブルを保持し、人系の役割も果たしている。タートルワン探検公園は、 サクラメント川の両岸にあり、博物館や広さ20エーカーの庭園がある。公園内では芸術、歴史、園芸、林業及び自然科学を中心に高級的また入れ替わりの展示を行っている。歴史あるカスケート劇場は1935年に開館され、その後改修されて、現在は多目的園芸会場として使われている。 建設当時のアールデコ庁建築様式である。1999年11月5日にカリフォルニア州登録歴史資源に2002年1月17日にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。2000年3月18日にはカリフォルニアアールデコ協会保存賞も受賞した。レディングはサクラメントバレーの北部では最大であり、サクラメントから オレゴン州有人の間、週刊高速道路の470マイルの沿線でも最大の都市である。レディング市と南のレッドブラフ市は、ラッセン火山国立公園、シャスタコなど自然の景勝を探索するときの基地として観光客に人気がある。市内にはレディング市民空港があり、また総合病院が2つある。中心街の図書館公園は、 昔のカーネギー図書館ビルが建っていた場所である。1903年に建設された、この図書館は1962年に解体され、駐車場用地となった。その場所は1990年に再生され、公園とマーケットフェストのための会場になっている。この毎年夏に開催される行事は、全国メインストリート組織の一つ、ビバダウンタウン・レディングが開催している。レディング市内には、 シャスタ高校など高校が3校、中学校6校、小学校46校、チャータースクール5校があり、他に30校の私立学校がある。地域内には他にも高校レベルの学校がある。レディング市内にはカレッジと大学が夏季の5校ある。また、夏季の職業訓練学校もある。シャスタ郡全体で購読される、主要日刊誌がレディングレコードサーチライトである。 月刊誌のアフターファイブは地元の娯楽を掲載しており、1986年10月28日の創刊である。レディングレコードサーチライト紙の下、コラムニストドニー・グリーンバーグが創刊したア・ニューズカフェは人事や進行中の出来事に関するネットワーク新聞である。テレビは全国系列のものなど17局を視聴できる。ラジオは FM 局19局。 AM 局6局を聴取できる。アムトラックのレディング駅全国的な旅客鉄道網で、あるアムトラックがレディングを通り、コーストスターライトが毎日シアトルとロサンゼルスの間を走っている。アムトラックは連絡バスを運行しており、ストックトンあるいはサクラメントでアムトラックの列車、サンホアキンに接続する。この列車は、サンフランシスコベエリアとサンホアキンバレーを結び、連絡バスを介して、 ロサンゼルス地域とも結んでいる。市内には、レディング地域バス公社と呼ばれるバス運行体系がある。市内の各所や郊外へのルートがある。レディングへの航空便は2つの一般用途空港を利用できる。レディング市民空港は市内南部にあり、ホライゾン航空とスカイウェスト航空の地域定期便が運行されている。ベントン空港は少し小さく市内西部にある。 ありがとうございます。